お風呂に関して4000という数字と2万という数字があるんですけども、この数字の意味をね知りたい方はぜひね最後までご覧ください。金運がねぐっと上がる秘訣も合わせてお伝えします。こんにちは、矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。ところで最近ってサウナブームだっていうのをご存知ですかね。いろんな方がね、サウナの話をされているんですけども、私もね、サウナいつも入るわけじゃないんですけども、入るときはですね本当に、気持ちよく入って、そしてあの後のですね、冷たい、お風呂、冷水っていうんですか、水風呂っていうんですかね、水風呂に入るとですねもう何とも言えない衝撃的な体感が走りますけども、あれをですね私はサウナ、冷たいお風呂、そしてあったかいお風呂っていうのを繰り返すことでですね、なんかね脳がゆっくりになって、そしてすごくリラックスできるような感じがあってですね、サウナっていいなって思うところがあるんですけども、さてね今日の話はですね、今日お風呂にまつわる話なんですけども、今日のねタイトルは金運が恐ろしく上がる、お風呂の特徴ということで、金運にね特化した話にしたいと思ってるんですけども、このねお風呂と金運の関係性っていうのは私はあると思ってるんですよね。それはねこの後じっくり話していきますけども、このねお風呂を金運に上げるために〇〇を使うという発想をね持っていくとすごくいいというところがあるんです。今日ねそれらをねいろいろとお伝えしようと思います。なので、今回のこの動画を見ていただいたら金のね上がるお風呂の使い方っていうのがね、具体的に手に入りますので最後まで、ご覧ください。そしてね、動画の一番最後にね質問にお答えするコーナーもありますのでお楽しみに。そして私は矢野慶三公式 LINE というのをね普段やっておりまして、ここでね、5本の動画をプレゼントさせていただいています。興味がある方は概要欄の一番上の方にね詳細がありますので、それを覗いてみてください。ではですねまずその1からいきましょう。その1はですねお風呂と金運の関係性って話をしたいんですよ ね。 でねこれまでちょっと私が設計してきた、家のお風呂も見ていただきましょう。これはね2階なんですけれども、ユニットバスを使わずにですね、下に石張り、そして上に木を張った、例なんですよね。なかなかねこれ工務店さんとの合意がないとなかなか作れないものなんですけども、すごい気持ちいいお風呂ができました。はい、そしてねもう一つはですね、こちらのお風呂、こちらのお風呂はね1階に作ったお風呂ですけども、今日話をするエッセンスがね満載になってるお風呂なんですよね。今日ねそういったことも交えながらお伝えしていこうと思うんですけども、まずねなんで金運とお風呂がね関係してるのかと思う人多いと思うので、そのねメカニズムから話をしたいと思います。もともとね私は金運と幸運ってどうやってやってくるかって話をしてるんですけども、幸運はね人が連れてくるっていうふうに言ってて、そして金運はですね人の感謝が連れてくるって話をね、何度もしてるんですよね。なのでなかなかね片付けをしても金運が上がらないっていう方いたりするんですけども、結局連れてくるのは人の感謝が連れてくるので、良好な、ね、人間関係が必須だということなんですよね。そしてねこの良好な人間関係を築く上で実はお風呂がすごく役立つんですけども、このね良質な人間関係、どちらかというとですね、まずあなた自身がネガティブな状態だとそういうね良好な人間関係って引き寄せにくいんだということをね、まず念頭に置いてほしいんですよね。そしてこのネガティブな状態というのは結構ねお風呂でクリアにすることができると、私は考えていて、今日はねそういう話を、たくさんしていきますけども、そうすることでですね新鮮な気分で人と会うことができるようになるということがあるんですよね。ここのね、循環としてお風呂をどう使うかということを意識してもらえたらと思います。はい、そして、ね、その2行きましょう。その2はですねまずお風呂に入ってしたいことって話をしたいと思います。それは何かというと、まずですねこれなんですよ。まず、お風呂の湯船に浸かる前に、体をね、お湯で流すと思うんですけども、その時にですねシャワーに当たりながらネガティブな、ものを洗い流すようなイメージトレーニングっていうのをやってほしいんですよね。シャワーを流しながらこう当たりながら、もう頭の上から、ドゥワーッとねなんかネガティブっていうか、もういろんなものをもらったエネルギーをもうこう払うように綺麗に払って下に洗い流して、もう全部ね体からそういったものが流れていくようなイメージをしながら、このシャワーを浴びるっていうことをやってほしいんですよね。これねもう一回言いますけども、頭の上から足元に全部あのネガティブなエネルギーが流れ出していくっていう感じ、そういったことをですねシャワー当たりながら例えば1分ぐらいしていただいたら十分かなと思うんですけども、それをしてからお風呂に入るっていうイメージを持ってほしいんですよね。なので初めにきれいに洗い流すっていうこのイメージトレーニングが、毎日いろんなネガティブな、ね、エネルギーを、外から受けたものをきれいに洗い流す、そしてあなたの中にもともとあったものを流していくようなイメージでこのシャワーを浴びるっていうのがポイントになるんですよね。でここでね
私は普段シャワーだけだからこれだけでもいいかなという人もいるかもわかりませんが、その次ね超おすすめの話があるので、その3としてお伝えするのがこれです。超おすすめの、お風呂瞑想ってやつなんですね。お風呂を取り上げるときこの話はね私必ず入れてるんですけども、お風呂瞑想って一体何かというと、このね現代人の問題として脳を使いすぎてるっていうのがあるんですよね。四六時中ずっとねものを考えて頭がパンパンになっている、ような状態のこと、とそして、ね、スマホなんかを見ることでもう脳がねある意味もう変にこうずっと考えたり、物を仕入れないとですね、インプットしないと不安になるみたいなことも起こったりしてですね、本当に今の現代人にとってこの脳の使い方っていうのは本当に疲労してですね、もうどちらかというともうオーバーワークしているというような状態なんですよね。なのでそういうことも含めてですね、脳を整える、休める必要があるんですけども、その方法が何かというとですね、実はですね幸せな成功者の人たちが実践しているこっそりっていうかですね、普通にやっている人たちも多いんですけども、瞑想っていうのがあるんですね。でこの瞑想って大体どんな風にしてるかというと、朝の20分と夜の20分という時間を使ってですね、その瞑想をやってる人が多いんですよね。で大体20分ぐらい使うと、脳がねちょうどいい形で整いやすいっていうのがあるので、まあ、最低20分間ぐらいやるっていうのを目安でやってる方が非常に多いです。そしてこのね、瞑想の夜の20分の瞑想がねお風呂瞑想なんですよね。はい、具体的に、ね、どうやればいいかというとですね、この4つの項目なんですよね。まず湯船に浸かるということをやってほしいんです。このお風呂瞑想というのは湯船に浸かりながら、初めに入った瞬間あ気持ちいいみたいな感じでぼやーんとするところからスタートして、そしてね目もね半目ぐらいでぼやーんとした状況で、初めはねそのお風呂の中の、ね、匂いに集中するっていうことをしてほしいんですよ。このね、匂いに集中して、あなんかこの、バスタブから香ってくるような香りとか、いろんな香りとかね、いろいろあるかも分かりませんが、その香りにね、集中する。これをね、例えば3分から5分する。そしてその次ですね、音に集中する。この匂いの、集中するのやめて、音だけに集中して、ポチャンポチャンとかいう音があったら、その音だけに集中してですね、それをまたね、4、5分ぐらいするというふうにする。そして、ね、最後にですね、この匂いと音の両方をね捉えるようにそれに集中する、半目開きながらそれをするっていうことをねやってもらいたいんですよね。でこれね、20分もできないよっていう人もいるかもわからないので、どちらかというとですね、まあ、全体で始め5分から10分ぐらいでもいいと思うんですよ。よかったらね、そういったところから始める。そしてね、矢野さん湯船にそんな長い間浸かれない、3分浸かったらもう自分は無理だっていう人は多分、お湯が熱すぎる可能性があるんですよね。なのでそのお湯の、温度をね少し下げて、そして5分から10分最低ね疲れるようにしていくといいと思います。20分が難しい人でもですね、その4で話す15分っていうね時間をねうまく使ってほしいんですけども、その4としてそんな話をしましょう。その4はですね、湯船にこれ丸々分って書いてるのは今言いましたけど、15分ぐらい浸かるとですね人生が変わるって話をしたいと思います。日本人はね私すっごいラッキーだと思うんですよ。なぜなら、他の国ではなかなかない湯船に浸かる習慣というのがあるからなんですよね。そしてね、水がふんだんに使えるという、国柄でもあってですね、他の国では水っていうのは非常に貴重なもので、シャワーを浴びるぐらいでですねもうギリギリだっていうところが多いわけなんですけども、このね湯船に張った、中にですね15分間使っていただきたいんですよね。できればですね、お風呂瞑想で15分ぐらいやっていただくのが一番いいんですけども、なかなかそこまでできない人はお風呂瞑想を10分ぐらいしながら、そして残りの5分ぐらいもぼやーんとして湯船に浸かるっていうことをやってほしいんですよね。でね、これ、さっきも言いましたけど15分も持たないっていう人はですね、湯船のね、温度を調整してほしいんですよ。多分熱すぎるはずなんですよね。なので、15分ぐらい入れるぐらいの、温度設定にして、そして15分ぐらいを浸かると、そうするとね体中がポカポカして発汗作用でブワーッと汗が出始めると思うんです。これがですね、実は、快眠につながるという意味で非常に大切なので、これをねぜひ取り入れてほしいんですよね。そしてそれ以外に可能な方はですね、結構熱い42度ぐらいのお湯に浸かる日を週に2回ぐらい作ってほしいんですよね。これは何でかというとですね、実は42度ぐらいのお湯に入るのを週2回ぐらいするとですね、2日遅れぐらいで基礎体温がぐっと上がる現象が起こるっていうのを私は医師の方から聞いたんですけども、そういった意味でもですね、この基礎体温の上昇と、あとね基礎体温が上がると免疫力もね向上できるっていうのがあります。なので、可能な方は42度ぐらいの熱い、普段入っているお湯よりか
少し厚めにして、すごい暑いなと思えるような温度設定入るのを週2回やるだけでもね、全然基礎体温が上がってくるという結果があるんですよね。なのでもしね、基礎体温が35度台の人とかいたら、確実にこれをね実践して、理想はね 36.5 度ぐらいになってくるようなので、それを目指してねやってみるということを意識してみてください。ということで、このね湯船に浸かる効果っていうのは、今言ったこのね、お風呂瞑想と、あとね、良質な睡眠が取れるようになるという側面があるということをね、お伝えしましたけど、ぜひねその両方が得れるということで、確実に湯船に浸かるようにしてください。そしてね、湯船に浸かった後、だいたい90分後ぐらいにですね、ちょうど寝る、すごくぐっすり眠れるタイミングが来るので、そのタイミングでね、寝るっていうのを、毎日意識するといいと思います。はい、そしてね、最後その後でお伝えするのはですね、初めのね、ダイジェストでもお伝えしましたけども、これからのね、季節注意したいヒートショックについてって話をしたいんですよね。この動画は2021年の、10月中旬過ぎに撮ってるんですけども、どうでしょうかね、急にね秋が来ずに急に冬になってぐらい寒くなってきてる現象が起こってます。なのでこういうね寒くなってくる時期に関して意識してほしいことなんですけども、冒頭でね、4000と2万っていう数字を出しましたけど、これ一体何かって話をね最後にしたいんですよね。この4000人っていうのは、まずですね、年間で交通事故で亡くなる人の人数なんですけども、まあ、それに対してですね、この2万人っていうのは年間でお風呂で亡くなる人の人数なんですよ。年間でね4000人、それに対してお風呂のは2万人、5倍の人が家のお風呂で亡くなっているということで、これね、外の交通事故に遭うよりか全然確率が高くなっていってしまっているということなんですよね。でその大部分の原因がですね、ヒートショックと言われるものなんですよね。でこのヒートショックって一体何かっていうと、これね、お風呂に入る時の絵だと思ってください。脱衣場がすごく寒くて、そして、お風呂に入る前のですね洗い場も寒くて、そして湯船に浸かった瞬間に、急激に熱いお湯に入った瞬間にですね、この血圧のね上下動がガーンと起こって、その時に、心臓の方とですね、脳の方にですねガーンとくるような状況が起こるというやつなんですよね。心筋梗塞、脳梗塞ってやつなんですけども、そういう現象を起こすっていうのがあってですね、これがですね、どういう人に起こりやすいかというと、だいたいデータで分かってるんですけども、だいたい65歳以上の方がなりやすいということと、あとね20度以上の温度差でなるっていうことなんですよ。例えばね、お風呂の洗い場の場所がですね、10度だとします。そうするとね、40度のお湯だともう30度以上開くわけですから、この20度の温度差以上に全然開いていくわけなんですよね。でそういうね、特に温度差が激しければ激しいほど、このヒートショックが起こりやすいっていうことがあるんですよ。これ非常に注意してほしいんですよね。なので、もしね65歳以上の方が、あなた自身とか周りでねそういう人がいるようだったら、まずねお風呂入る前にですね、洗い場のところをシャワーで先に、湯気を当ててですね、温めるっていうことから、してから、中に入るとかですね、あとはね、外気温が下がりきる前の夕方ぐらいに入るとですね、そこまで寒くないっていうふうにできる可能性もあるんですよね。なのでこれはね、これからの季節本当に気をつけていただきたいと思うので、ヒートショック、忘れずにね対策していただけたらというふうに思います。はい、ということでね、最後ねちょっと、なんだか金運の話とちょっと違うところだったかも分かりませんが、ただ金運っていうのは健康があるからこそ成り立つところもあるのでね、この話よかったらいろんな方にシェアしていただけると嬉しく思います。はい、ではですね、最後にまとめをしましょう。一つ目はね、お風呂と金運の関係ということで、あなた自身の状態を整えて、人とねすごくすっきりした状態で人と会えるようにするのが大切だという話をしました。で2つ目はね、シャワーを使ってネガティブなエネルギーを洗い流すイメージトレーニングをしましょうという話をしました。そして3つ目はね、幸せなお金持ちの人たちがやっている瞑想をねうまく取り入れたお風呂瞑想というのをやる話をしました。そして4つ目はね、熟睡することが人生のね本当に根本を変えるところにつながるので、そのね15分お風呂に浸かって、そして90分後に寝るというこのルーティンをね活用する話をしました。そして、最後はねヒートショックという、交通事故で4000人、そしてお風呂で亡くなる人が2万人というこの5倍の人が亡くなっているっていう事実も知りながらですね、その辺のところにぜひね意識して取り組んでいただけたらというふうに思います。はい、ということでね、今日の話、実践できそうなところから実践して、ぜひね実感するということをねやってみてください。
はい、そしてね、そうそう終わりになりますけど、よかったらコメント欄から、感想ね、お待ちしています。毎回ね、すごい楽しみに拝見していて、ハートマークを押させてもらってます。あとね、リクエストとかご質問がある方も、コメント欄にお入れください。リクエストはね、また動画で取りまとめることもやっていますし、ご質問はね、動画の一番最後に一つね、お答えするコーナーでピックアップさせていただく可能性もありますので、よろしくお願いします。ただですね、コメント欄にいただいた質問にですね、直接コメント欄でお答えする時間が取れないので、その点はご了承ください。はい、ということで、ね、そうそう最後になりますけども、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録と、高評価のねグッドボタンをね押していただけると励みになります。よろしくお願いします。はい、そしてね、初めにもお伝えしましたけど、私はね公式 LINE では5本の動画をプレゼントしていて、あとはねアメブロでは、こぼれ話、 Twitter では日々の気づき、メルマガではですね家づくりに特化した情報、そしてねボイシーではね言いたいことを言いまくるということをやっております。よかったらね概要欄の一番下の方にねリンク先があるので、そこからぜひねフォローをしてみてください。はい、そして最後にお知らせがあります。私はですね、普段幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンですね、Facebook のグループページを使ってやっております。有料でね、クローズドならではこそお伝えできる話ってたくさんあって、そういった話をさせていただいたりとか、サロンメンバーの個別のね、毎月の運気の活用法の話をね、させていただいたりとか、あと月に1回から2回直接私に音声で質問ができる Q&A ライブなんかもやっています。興味がある方はね、概要欄の2段目あたりに詳細がありますので、それを覗いてみてください。はい、ではですね、最後にお待ちかねのご質問にお答えするコーナーです。今日のご質問はですね、ボタンさんという方ですね、ありがとうございます。部屋のね北が欠けているので、そのね欠けているから、その外のお庭に、これから花を植えようと思ってるんですけど、まあ何か花とかを植えたら、それで何か補うことができますかっていうふうな、ご質問なんですけども、実はですね、これ考え方が根本的に違っていて、家の北側が欠けていったら、まず北側の方位の部屋にラッキーアイテムとラッキーカラーを置くということで、そのね、欠けを補強するということをね、ぜひやっていただきたいなというふうに思うんですよね。なのでまずは欠けがあると家の中で、その辺を、補う。そしてね、ラッキーアイテム、ラッキーカラーをね、たくさん動画で喋ってるので、どっかこっかで聞けますから、ぜひねちょっと探して聞いていただけたらと思います。そして、屋外でね欠けのところに対して、一個補えるとしたらですね、南天とかね、そういったものを植えるのがいいというふうにはね、仮想では言われているので、可能であればね南天とかを植えるということをぜひやっていただくといいんじゃないかというふうに思います。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日になることを心からお祈りしています。最後まで聞いていただいてありがとうございました。